はい、皆さんお疲れ様です。じゃあ今回は、カン君の続きですね。で今回は Google Earth を使ってご説明をしていきます。それじゃあ行きましょう。まずはですね、これが全体ですね。ここが、バンクーバー、それから、泊まったホテルがここです。ここバンクーバー全体ですね。私たちが住んでるダウンタウン、ここですね。でこっから空港に行って、で今度はですね、カンクン国際空港へ飛びますね。空港から高速道路に乗るだけでもうホテルのとこまで来ちゃうんですよ。これここがホテルで、このホテル周辺があって、で前回説明したゲートってのがね、ここにあります。これゲートで、高速道路こういう方向で来て、こうぐるっと入ってって、ゲートのところで確認が取れたら中入れると。で帰りはこっちですね。でぐーっと来て、で ここがホテル、最終的な目的地のホテルということになります。移動ルートはこうなるということなんですけど、これがメキシコ全体なんですけど、今回行ったホテルがこの場所で、カンクン国際空港というのはここですね。で空港からホテルまではだいたい75キロ、距離が75キロで、移動時間は45分ぐらいです。空港出たらすぐ高速に入っちゃって、高速のインター降りたところはもうゲートに入っちゃって、そこから先はもう観光客とその従業員しか入れないってエリアに入っちゃうんで、一般的なメキシコ人の暮らしってのは一切シャットアウト、見たくないものは見ないというね、ある種恐ろしいことになってますね。だからこれはメキシコ旅行と言っていいかどうかっていうのが大いに疑問ですね。地理的にはメキシコにはある、だけどメキシコの人の普通の生活とかそういうものは一切見ないというね、もうエゴに満ちた旅行で、前回お話ししたね、チェチェンイツァっていうのがここにあるんですよ。でチェチェンイツァっていうのがディズニーシーにあるインディ・ジョーンズ、クリスタル・スカルのなんたらかんたらのモデルになってる。だから同じ、そっくり同じピラミッドがディズニーシーに行きゃあるというで、これはディズニーシーの写真なんですけど、これの元になった本物が見に行こうと思えば見に行けたと。で前回私ね、空港とホテルの間って言ったけど、ちょっと私勘違いしてましたね。全然別個のところでしたね。で空港からホテルまでが45分ぐらいで着いちゃうんですけど、チェチェンイツァまでは、これもね、また高速道路だけで一発で行けちゃうのね。スパーンと行けちゃうわけだから、多分2時間かからずに着くと思うんですけどね、タクシー頼むと。まあ行かなかったけどメキシコの政府も思考回路がすごいよ。こういうね、空港、それから外国人を呼べそうな観光名所、そういうのはもう高速道路でつないじゃって、現地のメキシコ人と接触させないようにピタッとこう遮っちゃってあって、身動き取れなくしてあるっていうのはすごいね。だからこうやってシステマチックにやると物事は成り立つんですよ。で日本ってそういうことやらないじゃない。でやらないのは何でなのかっていうと、一般の人のモラルが高いというか、そういう不正なことをやらないんで、そんなことをやる必要がないっていうのがあるんですけど、だからこそ会社のね、上の人間とか、あとは役人とか官僚とかが手抜きをする方向に行っちゃうんですけどね。で日本みたいなのがメキシコをなんとかしようとすると、どうにもこうにもなんなくなります。一般の人が全然言うこと聞かないからね。あと役人だってすぐ不正をやるから、まあ一般の人も不正するんだけどねちょっと油断するとみんな不正をするんで、日本みたいにお天道さんが見てるっていう感覚がないんですよ。隙があったらすぐやっちゃうっていうやつだから、非常に面白い、よくできてるなって現地行ってみるとこれが分かる。今20代の人とか、海外旅行全然行った時ないですっていう人がいっぱいいるわけじゃない。で私らなんかよりもっとぐっと年が上だと、やっぱり海外旅行とか行かなかったのよ。私らなんかより年の上の人たちって、海外旅行行ったとしても、うちの両親みたいにパックスターズだったりとかするのね。で私みたいに 割とこう自由が利くようなフリーの旅行って行く人ってのは、私の世代からあと20年ぐらい若い人ぐらいまでしかやってないんだよね。で今の20代とか本当ね、海外旅行とか行かなくなっちゃう。っていうかね、生の
この体験っていうのをあんまり重視してないっていうか、そんなのはコスパが悪いみたいな風に思っちゃってるらしいんだけど、リアルに何かを体験するっていうことの大切さを知らずに中年になっちゃうっていうのは、これは実にやべえなって思うんですけどね。で、お金がないとかね、なんだかんだっていろいろ言い訳してるけれど、金がない？稼げよ。稼げない？なんとかしろよ。で、それがなんともならないっていう人はもう、ああ、じゃあ、賃金だね、みたいな。そんな感じね。今回私こうやって現地に行ってるわけじゃない。実際にメキシコに行っているわけじゃない。で、絶対安全に行って帰ってこようって気でいるんで、普通のメキシコの街とかさ、メキシコシティとか、あとはカンクンの普通の市街地なんか一切行ってないのよ。そこまでやってても、それでも現地に行って、そうするとああだなこうだなと思うところがいっぱいあるんですよ。で、初めて私ね、大西洋の海に浸かったってのは本当何年ぶり、何年ぶりじゃない、生まれて初めてかな。あ、生まれて初めて、海に浸かったのは生まれて初めてだわ。ニューヨークも大西洋に向いてるわけじゃない。だから大西洋は見た時はあっても、浸かるっていうことは今回初めてだね。しかもカリブ海ですよ。綺麗なカリブ海を行ってきましたけど。で、ここのチェチェンイツァってのがディズニーシーのインディ・ジョーンズのアトラクションのところのモデルになってるんですけど、これね、インディ・ジョーンズのアトラクションだけじゃなくて、あの周辺も結構ここに合わせてあるのよ。で、これチェチェンイツァ見てみましょうか。チェチェンイツァに寄ってみると、まあここにピラミッドがあるわけじゃない。で、ピラミッドがあって、この上のところの、ま、丸いところ、ここ見てください。これはね、水たまりっていうかな、ここは地層がね、なんとかって言って、そこが何かの拍子にボンと落っこちるらしいんですよ。落っこったところに水が溜まって、で、そこが水たまりになって、そこがここね、川がないそうです。川がないから水はそこから汲んで、それで飲むんだそうですよ。で、こうやって水たまりがあるんだけど、インディ・ジョーンズのあのね、アトラクションには若さの泉を探しに行こうみたいなツアーってことになってんだよね。ピラミッド自体はこれになってて、中入っていくとさ、骨が転がってるじゃない。通路の下の方にいっぱい転がってんだ。あれは生贄なのね。で、ここチェチェンイツァってのは生贄の儀式をやっててってやってたんですよ。記録によると、記録によるとっていうか、という説があるってやつなんだろうけどね。生贄の台とかそういうのは現にあって、で、おそらく芸人を捧げていたんだろうってことになってるんですけど、インディ・ジョーンズのアトラクションもそれになってるわけで、いつかこのまたやりたいね、おっさん一人でディズニーランドのパート2、今度ディズニーシーをおっさんが一人で行くよっていうのをね、日本帰ったらやりたいなと思ってるんですけどね。そしたらその時にはもしかしたらここの解説なんかもできるかもしれないですね。それでさっきのね、こう引いていくと、こっちに島があるでしょう。これね、コスメルっていう島があるんですよ。で、この島が ここも観光で成り立ってるらしくて、私なんか泊まってたホテルから見えてんのね。こっちはね、水深が深くて、ちゃんとね、豪華客船なんか来るんだって。ムービーカメラをね、望遠で撮ると遠くにね、ちゃんと見えてますよ。おーみたいな、へーみたいな、まあそんな感じね。こうホテルがあって、私らが泊まった部屋ってのがですね、海に面した部屋で一番端っこのこの辺だったんですけど、大きいプールがあって、で、ここが朝食なんかのビュッフェなんかを食べるところなんですけども、なんせ海に向いてるから自分の部屋を出るとこうなのね。まあこれ早朝6時ぐらいなんですけど、私なんか行った時はね、ここは夜明けが7時、午前の7時でした。で、これ6時ぐらいね、まだ日が昇ってない時間のカリブ海ですね。そのホテルごとにこう区切られちゃってるんだよ、ビーチを。だから他の人が来ないわ。そこにいるのは客と従業員しかいないのね。で、早朝、夜が明ける、これは夜が明けた後だったっけかな、もう掃除をしてくれてんだよ。ここ海藻が上がってきちゃうんで、その海藻をきれいにね、掃除してくれています。で、こうやって夜が明けてきて、まあまあいいですね。日を浴びてっていうのはいいですね。で、これでね、午前中朝8時からビーチヨガっていうのやってたんで、私もね、参加してきました。朝日を浴びながらビーチで海風に当たりながらヨガをしてまいりました。
大変結構でした。でここが朝食を食べたレストランね。で当然海寄りにいるから食事しながらこの景色なんですよ。でこのネットってのはね鳥よけだと思うね、おそらくね。風も結構あるんで帽子なんか飛ばされて海に落っこっちゃうといけないからって、まあそういう意味もあると思うんですけどね。こう見るとさ、なんか看板立ってるじゃない。この看板近くで撮るとね、こうなってんの。うん、カンクンまで76キロ、ロンドン、なぜかロンドンまで7956、リオかなんとかってところがあって、チェチェンイツァまで185キロ、うん、だから 2時間ですからね。なんでシドニーなんだよ。ニューヨークまで、うん、5000何百キロ、でなぜかこの看板があるのね。まあどうでもいいんだけどさ、朝食はまあ普通にビュッフェなんで好き勝手なものを食べるんですけど、なんとねちまきみたいのもありました。これまあ結局日本のあのご飯で作ったちまきじゃなかったんですけど、何だったんだろう、 よくわかんない、こっちの現地の料理らしいんですけど、まあこれはこれで美味しかったですよ。チルムシだったのかな。ステーキデーってのがあって、目の前でステーキ焼いてくれるのよ。見た目は良くないけどね。見た目は良くないけど食べたら美味しかった。日本を旅立っちゃうともうね、ステーキの美味しいのなんてのは食べられない。この辺でステーキ食べに行ったってね、あんまりね、はあみたいなのが出てきちゃって、だったらせめて自分で肉買ってきて自分で焼いた方がまだうめえやっていう感じなんだけど、ここのステーキうまかったな。日本を出て初めてうまいなっていうステーキを食いましたよ。ワインもいい感じに合うのが出てきて、ほうみたいな、さすがステーキデーだぜみたいな、本当よかった。良かったですよ。で海は昼になるとこんな感じで、グリーンの感じがね、 やっぱりこうああ南国って感じね。一番奥がね紺で、その手前が薄くなっていくんだけど、途中にね緑が入ってんので、ずっとこう手前に来ると薄くなって、まあなかなか綺麗でしたね。まあ、ただここはねちょっと岩が多くて、まあ完璧な環境とは言い難いんですけどね。それでもね楽しいですよ、これはこれで。でまあ、こういうリゾートホテルに、まあ、何日もこうずっといて何もやってないわけじゃない。でそれで飽きねえのかっていうと、うん、飽きない、全然飽きない。ここでダラダラしてるだけで十分に楽しいですよ。で十分に楽しいっていう条件を整えてもらうには、快適な空間、それからきちんと接客をしてくれる人がいて、美味しい食事が出てきて、で気が向いたら何々をしてみたいな、泳ぐのもいいし、ビーチで日向ぼっこするのもいいし、あと一杯引っ掛けたいんだったら一杯引っ掛けて、テニスをやりたきゃコートは空いてるし、であれなのよ、なんせね広いし巨大だから空いてるわけで、ビーチベッドとかもものすごい数ドワーって並べたんだよ。だから満員になるってのがめったにないのよ。なんかねスタッフの人が、あ部屋番何番ですか、あ誰それさんですねとかってこうチェックしに来るんだよね。でここどうぞって、でずっとあの取りっぱなしはダメですよとは言われるんだけど、そこにいる分にはいつまでもいてていいわけよ。でそのくらいに広いんですよ、バーンとこう広いので、広いし、なんせね管理がね行き届いてる。でなんで管理が行き届いてるのかっていうと、やっぱり会員制だからと思うよ。会員制でおそらく USA のリタイアした金持ちが会員になってて、その人たちが長期でいるんだよ。ここはスタッフなんかもおっとりしてて、皆さんゆったりと動いてるよ。ここはまさかこんなことになると思ってなかった。もっとギスギスしてて、チップよこせみたいなことになるじゃねえかなと思ったのよ。メキシコだからさ。そうしたら違うのよ、従業員の人たちもみんなゆったりしてんの。あれこれあれこれ言わない、あのつべこべ言わないし、なんだタオル使いたかったらはいいくらでもどうぞみたいな感じだし、カクテルなんかもねきちんとこう落ち着いてこうやスパンとこう いいものを出してくれる。それはやっぱりね、客層がいいのとお金がちゃんと回ってんだよ、このホテルは。日本でも儲かってないホテルってギスギスしてるもん。それはこっちないよ。でスタッフの人はほぼ全部愛想がいいね。きちんとお客さんに満足してもらおうっていう気持ちがあって、でなおかつ心に余裕がある。だからそれはもうお客さんたちがそうだからだよ。あのねアメリカ人ってね、結構イケイケゴーゴーでゴリゴリで、あの俺のが強いから勝ちみたいなことをやりたがるんだけど、ここにいる人たちはそういう感じがないね。リタイアして十分お金があります、一生不自由しませんみたいな人ばっかりが来てるから、うん、あとはあのメキシコ人もいるわよ、いるのよ、いるんだけど、そういう人らも、まあ、当然お金に余裕がないとこんなとこ来れないから、うん、
まあ、そういうふうになっちゃう。客が良ければ従業員も変わってくる。従業員もそうだし、あとは経営側だって会員制でずっとお金が回るっていうのが読めてりゃさ、止めどなくお客さんにサービスを提供しようっていう気になるんだよ。すごいなすごいすごいですよ。でこういう雰囲気のあるところってのは、私が唯一知ってるのは東京のディズニーリゾートね。あそこもスタッフの人はほぼ全員がちゃんとお客さんにサービスしようっていう気持ちが徹底してるし、設備も壊れてるとかなんか異常があるとか、なんかあれこれ手抜いてんなっていう感じが一切なかったりとかするんだけど、ここのホテルもそうなのよ。で鳥なんかがね、得体の知れない鳥がなんか来るんだよね。日本で見ない鳥がまあポツリポツリ来るんだけど、当然鳥の糞とか落ちるわけじゃない。鳥の糞なんかも徹底的に掃除してるよ。スタッフの人たちが一日中ずっと回って掃除を繰り返してる。だからここね綺麗なのよ。ディズニーランドとか行っても鳥の糞起こってないじゃない。で鳥は来るのよ。それでも鳥の糞が起こってないのはあれ徹底的に掃除してんだけど、ここも掃除が徹底してる。あと設備が全然壊れてない。あの出来上がってもう30年ぐらい経ってるのかな。だけど設備がどこ行ってもちゃんと動いてる。あとはドアが動かないとかそういうのが一切ない。あのねアメリカなんか行くとさ、本当ドアとか動かないんだよ。ホテル行ってもドアがさ開かないとかさ、で開かないんだけどって言うと力入れんだよとかうんって言うと動いたりとかして、だから建具の建て付けが悪かったりとかするんだけど、ここは一切ないね。ここ以外のね、海外のあの観光地なんか行ってもなんかあちこち手抜きのところが見え隠れとかしたりとかするもんなんですよ。ここはほぼないね。ほぼないですよ。あのタイル貼ってあるとタイルに多少デコボコがあったりとかするんだけど、その程度しかないですね。それ以外に雑なところが見受けられない。だから物価が安いところにリゾートを作ればまだまだこういうことができるんだよ。だからまあ物価が安いっつったってね、メキシコもどんどん上がってきちゃってるんでしょうけどね。あとはね、ここはもう田舎の方なんで、田舎の方だし、それからあの空港からも多少離れたところなんでね、まあ地べた代とか人件費も安いんでしょう。でその中で人件費が高い職場っていうのを作れば従業員の人だって満足なわけじゃん。その地域としては年収が高かったりとかするんだからさ、だからこそ従業員の人たちも心に余裕があるんだよ。で客たちはさ、金のある人たちが客として来てるわけじゃん。だからそういう人ら相手にだってギスギスした感じじゃなくてさ、自然体でサービスが提供できるんだね。びっくりしましたわ今回のこの件は。だからこのびっくりだってさ、人から聞いてとかネット上にそういう情報があってだとピンとこないじゃない。やっぱり自分でやんなきゃダメだよ。だから若い人にはぜひとも何か自分で経験するっていうのをやってほしいですね。やんなきゃ分かんないって。ネットで検索して何か分かったような気になってるっていうのは、これは非常に危険なことだと思います。あの便利ですよ。便利だし全体の知識量は増えるっちゃ増えるんだけど、いらない知識がどん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 入ってきたってしょうがないじゃない。で実際ここ何かを行動してみると、その現地に行ってみると何かが見えたりとかするんだよ、本質的な何かが。だから何かリアルにやってみることをお勧めしますね。ネットとかね、スマホとかにごまかされちゃいけないですよ。実際に動いてみるっていうのをお勧めする。で今回これをやって、相応に安い安いっつったってお金はかかってるわけじゃない。お金はかかってる、時間はかかってる、それにリスクだってゼロではない。いろいろマイナスな点はあっても、それでも私なんかやってるっていうのはどういうことなのかっていうのをね、ちょっと考えてほしいですよ。あの私ね、口があんまり達者じゃないんで、それをうまく表現できてるかっていうと、まあ大いに疑問なんですけど、だけどね、現に私はやってるじゃない。ずっと昔からずっとやってて今もやってるんだよ。ということはその行為が自分で正しいと確信してるわけや。そこだけは確かなんだよ。何度も言うけど、人はね、口じゃ嘘をつくんだよ。行動では嘘つけないんだよ。私は行動してるでしょ。だからこれは本当なんだよ。本当に私がそう思ってるわけ。で、それを 私は皆さんにお勧めする。で、お勧めするのだって、お勧めして皆さん動いたからって私には得がないじゃない。だからそこに損得感情はないんだよ。だから私は本気でお勧めしてますよ、何か行動するってこと。たとえこんなねリゾートホテルでヒャッハーってこうお楽しみをするだけでもね、それでもね、実際に現地に行って何かこうやってみるっていうのは価値があるなと思います。今回はこんな感じで、で3回目は今度はね、現地で私がヘラヘラやってる動画をご覧いただくことということで、ありがとうございました。